安岡寺は、大阪府高月市にある、天台集計単立の寺院。本尊は、女意林、観音。毎年2月1日には、芝藤大五間が行われ多数の参詣者で賑わう。通称、高月観音、広継不動。震災国33箇所客番札所。事伝によれば、官武天皇の兄で、公認天皇の子である。 海生巫女がこの地に霊源を感じ、自ら観音像堀り道具を建て、宝棄6年2月18日に創建したと伝えられている。南山と合詞、根本山、新宝山寺、北山、本山寺と共に、北摂三山寺として、天台宗に属する。海生巫女の弟子である海地が、一時一席の、 大般若京六百貫を所写して、背後の丘に安置したことから安岡寺般若院と呼ばれる。文安年間に天才により、道儀を消失するが、英少年間に高尾慶が再建した。天少年間には、三好氏やキリシタン大名としても有名な高山、宇近の陛下により、道儀が消失したが、漢文年間に、両佐官によって復興された。江戸時代には、 徳川将軍家から寄進を受け、大日陣、藤本坊、阿弥陀院、泉造坊の四達中を持つ巨殺となったが、明治時代の廃物希釈により荒廃し、現在の規模となった。ありがとうございます。